札幌ドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。日本ハム大栄、その一戦の模様を選手それぞれのコメントを挟みながらご覧いただきます。さあ、今日の放送の解説なんですが、まずお一人目、関西六大学リーグでは首位打者を2回獲得している田尾康一さん、そしてもう一方、現役時代に打たれたホームランの数が95本という牛島和彦さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のゲーム、まもなく始まります。さあ、ファイターズの先発ピッチャー岩本、さあどんなピッチングを見せるのか。緩急を自在に操る投球で勝負するファイターズの顔、北の大地に毎度の雄たけびが聞こえるか。岩本つとむ格段に鋭くなった打撃で自己最高の成績をマーク。今季のホークスはこの人の双肩にかかっている。柴原浩。どこから行くか。高めのボール打った。これはファウルグラウンドだ。ファウルボール。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割3分3厘のアップ。落ちるボール打ちました。金子後ろに下がる下がる。取ってこれでワンアウト。球界屈指の俊足と柔らかいバットコントロールから繰り出される打撃で一躍全国区に躍り出た期待の俊英。薩摩の一郎の名は伊達じゃない、川崎宗則。どこに出てくるんでしょうか。初球インコースから入りました。カウントワンストライクノーボールです。昨年の数字が出ていましたが、2割9分4厘のアベル、そして打点の数も51となっています。これはストレート。さあ、ここは追い込まれていますが、さあ追い込んだ。ストレート左へ行った。これはサード一塁に送ります。一塁はアウトになります。川崎サードゴロに終わっています。一時首位打者争いを演じるまでにモデルチェンジした打撃と強肩を生かした二塁守備でチームになくてはならないホークスの顔。今年は新たな目標に羽ばたけるか。井口忠人。3番バッター井口、1投目、最初のボールを決めました。ワンストライクです。ツーアウトになりました。2投目、真ん中打ちました。ショートへの当たり抑えた。一塁へ送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。1回の表が終了。ホークス得点はなりませんでした。そしてホークスの先発ピッチャー馬原、さあそのピッチングはどうか。150キロメートルを超える快速球と抜群の制球力を武器にホークス若手投手陣に食い込んでいけるか。地元九州共立大の星馬原貴博、エリートコースを歩んできた男が試合に出れない悔しさを知り新天地で蘇った。今年新たな大地は彼をどのように変えるのか。天才打者すごい友近。最初は外に持ってきました。思わずね、バット出ちゃいましたね。そうですね、はい。次の2球目、今度は落としてきました。ボールカウント2ストライク。3球で決めてくるか。3球で決まった。変化球で三振に切って取りました。ベテランながら衰えることのない健脚と若かりし時から絶賛され続けている守備は未だ健在。魅惑の守備職人奈良原博。初球は打ってレフト線に上がった。レフト線ワンバウンドフェア、ヒットになる。打ったバッターは二塁へ向かいます。ショート中継するが、バッターランナーはゆっくりと二塁へ。ツーベースヒット、奈良原、レフトへのツーベースヒット。驚異的なフルスイングでボールを葬る球界最強スラッガー。豪快にして鋭敏な威圧感に満ち溢れた打撃を今ここに。天候一滴、小笠原道博。最初のバッターは三振。その後ツーベースを打たれています。初球から入れてきました。いいコース来てますね。はい、なおもワンアウトです。2球目はどうか。強烈な当たり、右に持っていって上がったぞ。どうだどうだ、いった、やっぱり入った。先制のツーランホームラン。これは強烈な当たり、ファイターズファンで埋め尽くされた。ライトスタンドに飛び込みました。1回の裏、先制となるホームラン。まずホームランで試合は動き出しました。今ホームイン2対0。今タッチしてベンチに向かいます。田尾さん、今のはどうでしたか。完全なコントロールミスでしょう。真ん中起点ですからね。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。昨年は日本1年目から31本塁打、日本球界にも慣れ、今年はさらなる飛躍に期待。北の大地に降臨した天使の翼、エンジェル・エチェバリア。
ファイターズ。さあ勝ち越しとなるツーランホームランが出ています。最初の1球、これも痛烈な当たり、これは低い当たり、アウト。好プレーが飛び出した。いいですよね、今みたいなプレーは。はい、エチェバリア、今の場面もう一度見ていただきます。扇を広げたようなバットの軌跡を見せる好打者。柔らかいバットコントロールとツボにはまった時の長打力で今年はどこまで成績を伸ばせるか、木本邦幸。さあ1投目、まっすぐを打って、これはピッチャー正面、破った、これはセンターへ転がっていきます。今のがこの回3本目。一塁送球、木本センターへヒットを打ちました。日本に忘れ物を取り戻しに来た最大日長距離砲。両打席から繰り出されるパワフルな打撃を武器に本塁打王争いに食い込めるか、フェルナンド・セギノール。その初球は外のボール、ワンボールになりました。昨年はプロ野球タイとなる4試合連続2桁得点も記録したファイターズです。マウンドは先発ピッチャーマハ。これはノーツー。いきなり先制点を許しています。3投目、落ちるボール打って、これはファウルグラウンドです。ファウルになります。2対0、この回リードを奪っています。バッティングカウントになった。真ん中は低い打球になりました。またしてもファウルです。さあ牽制パッチしましたが一塁はセーフ。これも牽制パッチして、これは一塁セーフです。さあ何を見せるか、あっと見逃し三振、スリーアウト。それは読みが外れたか。1回の表裏終了。しかしファイターズ2対0、先制しました。さて試合は2点差となって2回に入っていきます。昨年も3割30本100打点を記録した球界屈指の大型スラッガー。その内角球をさばく技術は彼独自のテクニック。居合打ち免許改伝、松中信彦。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割2分4厘のアベル、そしてホームランの数は30となっています。初球外に来ました、ワンストライクノーボール。今日最初のバッターボックスに入っています。さあ第2球、これは足りません、2ストライク目を取りました。ピッチャー有利になったが、あっとこれはいい当たり、これは低い当たり、ワンバウンド落ちた、落ちました。ヒットになる、チーム初安打が出ました。松中ライトへの打球はヒットになりました。せっかく勝ち越してね、きっちり投げないといけませんね。野村克也以来となる捕手フルイニング出場に3割30本100打点も達成。シーズン MVP を獲得し、アテネ予選でもマスクをかぶった、今や名実ともに日本一の恋女房、城島健二。まずは簡単にストライクが来ました。変化球がね、甘くなりましたよね、今のは。ですね。さあ次のボールは、これも落ちた。力強くね、振ってんですけど。はい、一気に来るか、これも鋭い当たり、6、4、3、ダブルプレー成功。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。今やチームになくてはならない有料助っ人、3年連続3割20本を伊達じゃない、逆方向にも飛ばせる打撃と選球眼で今年もやれるか、ペドロ・バルデス。今日最初のバッターボックスです。まずどこに構えるか、これも強烈な打球、大きい打球、センターへ伸びる伸びる、立った、スタンドには届きませんでした。さあファイターズ、次の攻撃は下位打線からとなります。長崎で生まれ、福岡で育ち、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、ニューヨーク、今度は北海道。背番号は1です、新庄剛志。この序盤のマウンドはどうでしょうか、どこから狙うか。ここは見ていきます。今の変化球は危なかったと思うんですけどね。はい、すでに2点を奪われています。さあ2球目は打ちに決まりました、2ストライクです。追い込んだが引っ掛けました、打球は一塁間、セカンド取った、一塁、これは悠々アウトです。新庄セカンドゴロに終わりました。一発長打が魅力のファイターズ期待の正捕手候補、今年はさらに経験を重ね不動の正捕手となることができるか、高橋慎二。さあ1投目、まず変化球を見せてきました、わずかに入りません。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、
2割6分2厘のアベル、そして打点の数打っていった右へ持っていきます、ライトです、アバウンドヒット打ちました、さあヒットが飛び出した、ライトへのヒットが出ました、真ん中に入るスライダーですね、球界トップクラスの内野守備やショートにコンバートされた後も健在、大型内野手にふさわしいパンチ力に目覚め完全無欠となるか、金子誠、初球はまずはボールから入りました、バッテリー1球外してきました、金子11回目のシーズンを迎えています、さあ次はどこへ行くか、変化球決まってワンエンドワン、ワンエンドワンになりました、依然ワンアウトです、次が3球目、ボールのようです、ボールカウントワンエンドツー、今日は2回途中までを投げて許したヒットが4本、これが1本打たれています、変化球打って左方向、あるです、前に出る、前に出ます、レフトからファーストへ、金子レフトフライに終わりました、これで打者一巡となります、すごい左のバッターボックスです、この前の第1打席見逃しの三振に終わっています、最初はストライク、ボールカウントワンストライク、トップバッターすごい、この球はどうでしょう、ストライクです、バッター慎重に見ています、さあここはどうリードするんでしょうか、あっと三振、これで3アウトチェンジ、結局バットが出ませんでした、2回の裏を終了、ファイターズ得点がありません、さあホークス、その後 DH から始まります、身長1メートル97センチ、体重113キロの超巨漢から繰り出されるパワフルな打撃で今年のホークスを日本一に導くことができるか、フリオ・ズレータ、第1球です、初球外してきました、牛島さんにお聞きしますが、このピッチングはどうご覧になってますか、ええ、理想的じゃないでしょうかね、ですね、このボールはどうか、これは強烈な当たり、これはファウルグラウンドだ、ノーアウトランナーありません、いやー、タオさん、ここはどうすればいいでしょう、やっぱ点差が開く前にね、詰めないとね、ええー、ですね、ええ、入れてきました、2エンド1、さあ第4球、ストレート三振、最後三振を取ったのはストレートでした、俊足と強打が持ち味のユーティリティープレイヤー、一つ空いた外野枠を奪い取れるか、出口雄大、さあバッター出口、さあ1球目、まずは落としてきました、カウントワンストライクノーボールです、ワンアウトになりました、さあ次はどこへ行くか、変化球打ちました、これはライナー性取って、これで2アウト、その守備は常に堅実そのもの、粘り強くチームプレーに徹した打撃は数字には現れない存在感、ホークス内野の要鳥越雄介、さあ初球です、最初のボールを決めました、変化球を自由自在に操ります、先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割1分2厘のアウト、そして本塁打の数が1となっています、インコース低めのストライク、カウント2ストライクノーボールです、さあどういう1球で遊ぶんでしょうか、あっと三振、スリーアウトチェンジ、最後はまっすぐで決めました、3回の表が終了、ホークス無得点に終わっています、さあファイターズ、この後2番から始まります、3回の裏ファイターズの攻撃、対しますこの回の先頭奈良原、バッターボックスに入っています、さあ初球はどうでしょう、最初はインコースから来ました、これは厳しいコース、決まっています、2対0ファイターズがリードしています、さあ2球目、高めのボールで待って出した、左へ取ってワンアウト、奈良原サードライナーに倒れました、そしてクリーンアップへと続きます、今川左のバッターボックスに入ります、まず先頭のバッターを打ち取っています、初球は初球を叩いた、打球はセンターへ、大きい大きい、伸びて入った、文句なし、ホームランです、ホームラン、初球を捉えました、万人の札幌ドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました、3回の裏ホームランを放ちました、序盤から点を重ねていきます、そして今ホームイン、3対0、さあベンチへと向かっていきます、今のシーンもう一度見てみましょうか、
打順が移ります。エチェバリアバッターボックスに向かおうとしています。先ほどはいい当たりを放ったんですがショートライナーに終わっています。初球から低めを攻めています。ノンストライクワンボール。これが2回目の打席。さあ2球目、真ん中打ちました。低い当たりになった。取りました。ツーアウトになっています。そしてバッター木本、左のバッターボックスに向かっていきます。先ほどの打席ではセンターへのシングルヒットを記録しています。低めのボール打った。これはショート、ショート取った。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。3回を終了。しかしファイターズ1点を追加、3対0、リードを広げています。さあホークス3点を追いかけます。4回の表ホークスの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。柴原バッターボックスに向かっていきます。第1球はどうか。まずはストライク、ワンラッシングです。一つ前の打席ショートフライに終わっています。さあ2球目、鋭い当たり、ライトへ上がっている。しかしライトが守っています。取りました。これでワンアウト。柴原ライトへの飛球に終わりました。そして次の2番川崎、左のバッターボックスに入っています。昨年はフォアザチームのバッティングでリーグ優勝、そして日本一を勝ち取った大英ホークスです。さあワンアウトです。最初はストライク。さあカウントはワンナッシング。ファイターズファンで埋め尽くされた札幌ドームから実況生中継でお送りしております。この前の最初の打席サードゴロに終わっています。インコースに持っていきました。2球目も落としてきました。次はどんなボールを持ってくるか。落ちるボール打ちました。これはどうでしょうか。ファウルです。ファウルになります。さあ4投目、ストレート打ちました。取って一塁へ。これは一塁アウトです。川崎セカンドゴロに終わっています。そして次の3番井口、バッターボックスです。今日の奪三振の数は2となっています。最初の1球、まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。前の打席なんですがショートゴロに終わっています。真ん中に決めてきました。ツーストライクノーボール。様子を見ていくか。あーっと、これはいい当たり、打ち上げてレフト。次が4球目、高いボールを打ちました。右方向へ、そのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。4回の表が終了。ホークス2得点で攻撃を終了しました。さあファイターズこの後 DH から始まります。7回終了までにホークス2番手ピッチャーを送ります。佐藤、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せるのか。切り味鋭いシュートとスライダーのコンビネーションで右の中継ぎエースの座まであと1歩。空を切り裂くカミソリシュート、佐藤誠。4回の裏ファイターズの攻撃、ファイターズの先頭バッター左のバッターボックスです。さあ最初の1球、変化球を打っていった。これはゴロです。一塁送球、一塁、これはアウトになります。セカンドゴロに倒れました。バッター新庄、右のボックスに入りました。2回目の打席はどうでしょうか。初球はまずは外から来ました。ちょっとこれは厳しいですね。はい、ワンアウトランナーはありません。2球目、変化球、打球は右へ。取ってツーアウトになりました。新庄セカンドフライに終わりました。次のバッター高橋新庄、右のバッターボックスに向かっていきます。最初の1球、初球高めに来ました。さあカウントはワンナッシング。さあバッター高橋新庄、さあ次のボールは、あっといい当たり、あっと破った、きれいに破りました。さあ2打席連続のヒット、塁に出ます。そして打順が変わります。金子バッターボックスに入りました。今日2度目のバッターボックスに入っています。第1球です。最初はストレートから来ました。ここは1球外します。この前の第1打席レフトフライに終わっています。さあ2球目はコーナーを攻めます。ツーボールになりました。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ヒットを打たれました。変化球決まってワンツー、1球ストライクが入ります。
なおも2アウトです。先制タッチしましたが一塁はセーフ。2アウトランナー1塁です。さあバッター有利か。アウトコースへ決めました。2エンド2になりました。次が5球目、変化球を打っていった、ファウルボール、キャッチャーを抑えた。さあ6球目はどうか。高めのボール打ちました、左方向、これはレフトが前に出ます。取りました、3アウトチェンジ。さて試合は3点差のまま5回へと進めてまいります。チケットをお持ちのお客様は一塁側ファンクラブ限定7回終了までお越しください。たくさんの商品をご用意しております。5回の表ホークスの攻撃、先頭のバッター松中、バッターボックスに向かおうとしています。何を投げてくるか。最初は外のボール、カウントワンストライクノーボールです。先ほどの最初の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。さあ第2球、鋭い当たり、取った、一塁へ送ります。一塁、これはアウトです。松中セカンドゴロに終わりました。打順が変わります。城島バッターボックスです。ワンアウトになりました。どう組み立ててくるか。最初は変化球できました。さあカウントはワンナシング。この前の打席はきっちり捉えたんですが、ショートへのダブルプレーに倒れています。さあどうでしょう。これもいい当たりだ。これはセンターへ上がった。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあバッターランナーは二塁へ。ショートが中継、ツーベースヒット。今のバッティングについてお聞きしますが、赤尾さん、まあ、甘いフォークでしたからね。はい、ここで打順は変わります。バルです。さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。ホークスワンアウトからヒットが出ています。第1球、初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。先頭打者は内野ゴロ、その後ツーベースを許しています。2投目は落ちる球を持ってきました。ツーナッシングです。さあ3球目はどう攻める。これは入りません。ボールにしてきました。次の4球目、まっすぐを打ってちょっと高かったでしょうか。カウントはそのまま2エンドは内へのボールを打った、左へ、これもファウル。この6球目、インコース打ちました、左方向へ、取ってこれで2アウト。ファウルです。サードライナーに倒れました。そして次のバッターとなります、グレート。ランナーを返していけるでしょうか。奪った三振の数が2となっています。第1球はどうか。まずは初球見送りました。大ワン、昨年の日本シリーズ10年ぶりとなる7戦目決着で日本一に輝いた大英ホークスです。今日は5回途中までを投げて許したヒットが2本、この回は1本がありました。緩いカーブ、ワンストライクワンボール。さあバッターズレータ、外へ持ってきました。さあバッター追い込まれています。さあ4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。いい球を見せました。5回の表が終了、ホークス得点はなりませんでした。さあファイターズ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。7回終了までにお越しください。たくさんの商品をご用意いたしております。5回の裏ファイターズの攻撃、この回はトップから始まっていきます。坪井、左のバッターボックスに入ります。どこに出てくるんでしょうか。初球ボール、ノーワンです。5回の裏ファイターズの攻撃。さあ2球目は今度も変化球できました。ボールが続きました。今日は1回を投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンド。さあ3球目、しっかり捉えた、低い打球になりました。打ちた、センターの前に落ちた。ここでヒットが出た、すごい、センターへのヒットになりました。すごい、これがこの試合初めてのヒットになります。いきなりランナーを背負っています。最初の1球は何か、初球振りません、際どく外れた。先ほどの第2打席、サードライナーに終わっています。さあどうでしょう。また高めに持ってきました。ボールカウントノーツー、この回ヒットを打たれています。さあ3球目はどうか。
しかし声は外れています。自らカウントを悪くしています。さあ3回目のバッターボックス。さあ次のサイン、ストライクが入りません。ファーボールで一塁ランナーは二塁へ。これで二塁一塁です。そしてクリーンアップへと続きます。小笠原、さあ3打席連続ホームランはあるんでしょうか。今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、この回1本打たれています。あっと強い当たり、この打球です、この打球です。これは文句らしい2ランホームラン、余裕の一発。会心の当たりは5回の裏、ここでホームランが飛び出しました。これは中押し、中押しになるホームランです。今ホームに戻ってきました。6対0。この勢いは次のバッターへとつながっていくんでしょう。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。3点を追加します。一気に6点差となりました。もう一度振り返りましょう。ホークス3番手ピッチャーをマウンドに上げます。田中壮、ちょっと打たれましたからね。ここでマウンドへ上がります。さあそのピッチングはどうか。一軍登板を果たし、その実力の一端を垣間見せた大英の秘密兵器田中壮次。次のバッターが入ります。エチェバリア、バッターボックスに入ります。先ほどの打球は見事な当たりだったんです。これも強い当たりだ。これは低い当たり、ライトの前ワンバウンド。ピッチャーの代わり腹を捉えた。エチェバリア、ライトへのヒットになりました。エチェバリア、今日初めてのヒットが出ました。先ほどの打席ショートゴロに倒れています。何を投げてくるか。ストレートを打って左への打球、飛びました。あっとファーストランナーは一塁アウト。ノーアウトランナー一塁の場面、あっという間にランナーがいなくなりました。次のバッターはどうでしょうか。バッターボックスに向かいます。6対0ファイターズがリードしています。初球です。変化しました。あ、これはファウルグラウンドです。ファウルになります。あっと弾いているが、打ったバッターはどうする。簡単に2アウトになっています。2球目はどう。ドンピシャのタイミング、これはライトへ上がった。あっと落ちた。ワンバウンドヒット。さあ塁に出ます。しかし次はきっちり抑えたい。そして次のバッターを迎えます。新庄、右のバッターボックスです。ファイター、2アウトからヒットが出ています。まず初球、初球見送っていきます。これは手を出させません。前の打席なんですが、セカンドフライに終わっています。2球目はどうでしょう。今度も速いボールできました。カウント2ストライクノーボールです。さあ次のサイン、あっと空振り三振、3アウトチェンジ。まっすぐの球当てさせませんでした。ゲームは5回まで終了しています。しかしファイターズ3点を追加、6対0、点差を広げました。毎回ヒットは依然継続中です。さて試合はファイターズリードのまま6回に入っています。さあバッター、出口センター。さあ初球、出口、あっと打ちました。打球は右、このままキャンバスを踏んでアウトになります。出口ファーストゴロに終わっています。そして次の9番鳥越、右のバッターボックスに入っています。この前の第1打席三振に終わっています。まずは初球ストレート、この球は入りません。この回はワンアウトになっています。次の第2球、決めてきます。ワンエンドワンです。今日は6回途中までを投げて許したヒットが2本、失点はありません。3球目はどうぞ。入りました。いいコース来てますね。はい、さあ4球目、あっといい当たり、抜けた、センターに抜けます。ランナーが出る、センターへのヒットを放ちました。甘いコースにカーブが入りましたね。そして打順が変わります。柴原、バッターボックスに入っています。ワンアウトランナー一塁です。どこから狙うか。最初はストレートから来ました。これはボール球振らせました。これが今日3回目の打席。この球はどうでしょう。ストレートで来ました。ここは追い込んでいます。キャッチャーの要求は外へ持ってきました。カウント2エンド1。さあ4投目、打っ
って低い当たりになった。これは間に合わない、落ちました。さあヒットが出ました。さあ一気に三塁へ、ファーストランナー三塁も回った、回りました。ツーベースヒット、ファーストランナーがホームインしました。6対1、1点を返します。その差は5点になりました。さあリプレイでご覧いただきましょう。さあ打順が移っていきます。川崎ランナーを返したい、この場面となりました。一つ前の打席セカンドゴロに終わっています。最初の1球まずは見送りました。ワンストライクです。さあバッター川崎、さあ2球目、外のボール打ちました。右方向、一塁に送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。川崎セカンドゴロに倒れました。そして打順が変わります。井口、さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。この6回途中までを投げて打たれたヒットが4本、タッチしましたがこれは三塁セーフ。この前の打席ではファーストゴロに終わっています。初球は打たされました。インサイドに、ね、対応できませんでしたね。取ってスリーアウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。しかしホークス1点を返しています。6対1、リードが小さくなりました。さあファイターズ、この後8番から始まります。6回の裏ファイターズの攻撃、この回は8番から始まります。高橋慎、右バッターボックスに入ります。さあ初球です。まずは初球ストライク、ワンストライク。前の打席なんですが2打席連続のヒットを放っています。次の2球目、あっと打った、左方向へ、抑えた、ファーストへ、一塁はアウトになります。高橋慎ショートゴロに終わっています。バッター金子、右のボックスに入りました。ワンアウトになっています。初球はどうか、初球は変化球から入りました。ワンストライクノーボール。この回は先頭バッターを打ち取っています。2球目です。これは微妙なところ、カウント1エンド1。今日3回目のバッターボックスです。次が3球目、真ん中は打球は右へ、ファーストです。一塁、これはアウトです。金子ファーストゴロに倒れました。次のバッターに変わります。すごい左のバッターボックスに入っています。ツーアウトランナーはありません。さあ最初の1球、初球から入れてきました。ワンストライクです。先頭バッターは内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。さあどうでしょう、ここは見ます。ワンエンドワン。今日は1回と3分の2を投げて打たれたヒットが2本、無失点に抑えています。さあ3投目、ストレートを持ってきました。2ストライク1ボール。さあ4球目、なんとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、変化球三振に切って取りました。ゲームは中盤6回を終了。ファイターズ3人で攻撃を終了しています。さあホークス、次の攻撃は4番から始まります。7回の表ホークスの攻撃、ホークスの先頭バッター松中、ここは塁に出てつなぎたいところ。何から持ってくるか、ここは見ていきます。面白いように決めてきます。今日の6回までのピッチング、許したヒットが4本、そして1失点というピッチングです。2球目はどうか、高めを打って打球はセカンド後方へ、取ってこれでワンアウト。どうですか杉間さん、まあアウトになりましたがボールは何だったでしょう。フォークですね。そうですか。最初の球は痛烈な打球、抜けた、きれいに抜けた。ここでランナーを出しました。さあ杉間さんにお聞きしましょう。ちょっと打たれましたが、ちなみに球種は、ええ、カーブです。そうですか。最初のバッターは内野フライ、その後ヒットを許しています。その初球ボールになりました。この球は枠に入りません。今日奪った三振の数は3となっています。さあ次はどこへ行くか。この外のボールは1球2球と続けてボールになりました。これが3回目のバッターボックス。さあ3球目、
これはまっすぐ。ギリギリに来てますよね。はい、ヒットのランナーを許しています。さあバッターちょっと有利か。ストレートはこれは決まりません。このボール球には引っかかりませんでした。先ほどの打席サードライナーに終わっています。さあ何を見せるか。これも鋭い当たり、打球はライトへ。どうだどうだ、やはり入った。ツーランホームラン、綺麗に捉えた。変化球打ち返した打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。7回の表、両チーム4本目のホームランが飛び出しました。さあ三塁コーチの横を通っていきます。ベンチへ向かいます。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。まあ今打ったボールなんかね、簡単に打てないんですけどね。今のプレーをもう一度見てみましょうか。そして次は DH グレータ、右のバッターボックスです。さあ3回目のバッターボックス、まずは初球。初球ストライク、ワンラッシングです。先ほどの2打席目、今日2打席連続となる三振に終わっています。さあ第2球、あっと低め、ここはあっという間に追い込んでいます。さあ次のサインは、ちょっとボールが沈みましたが、これはセカンドの上、グレーセカンドライナーに倒れました。もう変化球全く変化しません。いやもうこれ以上は引っ張れないでしょうね。はい、ファイターズ今日最初のピッチャー交代です。芝木さん、この交代は仕方ないっていうことでしょうね。ツーアウトを取ったところでマウンドへ上がります。さあどんなピッチングを見せるのか。次のバッターです。出口、右のボックスに入りました。もうツーアウトになりました。初球は、まずは変化球、カウントワンストライクノーボールです。これが今日3回目の打席。2球目はどう攻める。この球は内角高めに決まります。2ストライク、センター坪井、2番スタート奈良原。キャッチャーの要求は高め、2方向取って1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表が終了。しかしオークス2点を返しています。6対3、3点差に変わっています。さあファイターズ、この後2番から始まります。7回の裏、ファイターズの攻撃。ファイターズのトップバッター奈良原、右のバッターボックスです。こんな選手はね、ランナーにすると嫌ですからね。まずは簡単にストライクが来ました。際どいですね。はい、バッター奈良原。さあ2球目、これはそれました。ワンエンドワンです。これが4回目の打席。3球目はどうする。外、これは外れていきます。ワンエンド2になりました。このゲームの解説は田尾康さん、石島和彦さん、お二人でお送りしています。さあバッティングカウント、低め打ちました。これは低い当たり、どうですか石島さん。今アウトを取ったわけですが、何のボールでしたか。スライダーですね。そうですか。さあいい当たり、初球からいった、宇宙間に上がった、行ったか行ったか、入った、文句なし、ホームラン。初球を狙っていった、この札幌ドーム、ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。7回の裏、ホームランを放ちました。ちょっと勝利が見えてきたか。今ホームインにしました。7対3、この勢いは次のバッターへとつながっていくんでしょう。さあもう一回今のシーンです。ちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようですが、スタミナがどうなんでしょうね。はい、そして次の4番エチェバリア、バッターボックスに向かいます。最初の第1球、これは外れました。この球は入りません。一つ前の打席、ライトへのヒットを記録しています。このボールはどうか、ボールになります。バッテリー1球2球と外してきました。今日4度目のバッターボックス。さあ次の3球目、このストレートは入りません。ボースリー、ここまで1点を与えています。ボールカウントが3つ、
まっすぐで決めました。ここはストライクが来ました。放送席の山口さん。はい、一塁側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは内側のストレート、ホームランはやっぱり単純に嬉しいということです。それではお返しします。一塁側ベンチでした。ストライクが2つになった。ファウルです。次はどこを攻めるのか。これも強烈な打球。これはサードになります。一塁に送ります。これは一塁アウトです。ベチバリサードゴロに倒れました。そして次の5番も木本、バッターボックスに向かいます。さあバッター、木本、何を投げてくるか。まずは変化球から入りました。ワンストライクです。これが4回目の打席。2球目はどう攻めて。ストレートできました。さあここは追い込まれていますが、さあ1球様子を見るのか。なっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ボール球振らされて空振り三振です。7回の表裏を終了。しかしファイターズ1点を追加、7対3、点差を開きました。さあホークス4点を追いかけます。ファイターズ選手の交代をお知らせいたします。サードの、さあファイターズ守備が変わります。それぞれが守備位置についています。8回の表ホークスの攻撃。ホークスのトップバッター鳥越、右バッターボックスに入ります。最初は外に持ってきました。ワンストライクノーボール。第2球ボール。さあカウントはワンエンドワン。8回の表ホークスの攻撃。次が3球目ストレート打ちました。左への打球取りました。ワンアウトになっています。鳥越サードフライに終わりました。打順がトップに帰ってきます。柴原バッターボックスに向かっていきます。この回はまずワンアウトにしています。さあどこから来るか。まず低めから入りました。ワンストライクです。今日4回目のバッターボックスに入っています。第2球はどういう。ストレートできました。さあ2ストライク追い込みました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。アウトコース打って、この打球はセンターに上がりました。これは取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットになります。いやー内島さん、打たれたのは何のボールでしょうか。ストレートですね。あーですね。ワンアウトランナー1塁。どこから攻めるか。最初は見ていきます。ここは外してきました。先頭打者は内野フライ。その後ヒットを打たれています。このボールはどうか。ストレート、2ボールになりました。なおもワンアウトです。3投目ストレート、ワンツー、ワンストライク、2ボール。これが4回目の打席。さあバッター有利か。強烈な当たり、低い打球になりました。ライト線落ちた。これはフェア、フェアです。そして一気にセカンド狙った、狙った。ボールをつないでいく、ツーベースヒット。さあワンアウトランナー三塁二塁。この回もチャンスを作りました。そして次のバッターとなります井口。ランナーを返していけるでしょうか。この回ヒットを2本打たれています。いきなり牽制、三塁はセーフです。バッター井口、何から持ってくるか。初球振りません。カウントノーワン。今日まだヒットが出ません。2球目これは変化球入りません。ボール2つ続きました。今日の成績をご紹介しましょう。3打数ノーヒット、まだヒットが出ません。インコース低めのストライク、ワンエンドツーになっています。依然ワンアウトです。バッティングカウントになったが、わずかに外れてワンスリーです。さあカウントはワンスリーです。この前の打席セカンドフライに倒れています。さあ5球目、あっと打ちました。打球を左へ。三塁線の当たりはファウルになりました。勝負に出る。今度もいい当たり、取った、取っています。これでツーアウト、ランナー変わりありません。さあ打順が移っていきます。松中、ランナーを返したい。このバッターボックスになります。今日4度目のバッターボックス。何を投げてくるか。最初は内から入りました。ワンストライクノーボール。今
今日は1回を投げて許したヒットが2本、無失点できました。わっと変化球、球がコーナーにね来てますよね。はい、一気に来るか。これも強い当たりだ。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあセカンドランナー3塁を回ります。まず1人ホームイン、そしてセカンドランナーもサードランナーに続いてのホームイン。7対5、ライトへのタイムリーヒット、2点を返します。追い上げます。そして次のバッターとなります、城島、右のバッターボックスに入っています。まだ2アウトです。さあ第1球、これも鋭い当たり、ショートゴロです。ファーストへ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは8回の表を終了。しかしホークス2点を返しています。7対5、2点差と変わっています。さあファイターズ、この後 DH から始まります。8回の裏ファイターズの攻撃、この回は DH から始まります。試合を決定づけるには得点が欲しいところです。どこから行った、変化球を打っていった。この打球はレフトです。落ち倒した、ワンバウンド、レフトからセカンドへ、レフトへのヒットが出ました。まあせっかく0点入ったんですからピッチャー踏ん張りたいですよね。先ほどの第3打席スイングアウトの三振に倒れています。まずどこに構えるか、まっすぐを打ってセカンドへの打球、二塁はアウト、ダブルプレー成功、一塁もアウト。ノーアウトランナー一塁の場面、ノーアウトからのランナーをなくしました。俊足コーナーは左打ち6年目、ミート力にも安定感ができ、今年はさっき前半戦の好調さを持続することができるか、ベンチを盛り上げるムードメーカー、アクレコウキチ。最初から低めに来ました。牛島さん、今日のピッチングはどうですか。あまり良くないでしょうね。はい、次の2投目、真ん中打って、これはファウルグラウンド、ファウルになりました。キャッチャーの要求は、この球は見ます、一球外しました。次の4球目、打っていった、打球は右へ、あっと抜けた、抜けていきます、ヒットになる。昨年ライトへのヒットが出ました。ファイターズ、今日打ったヒットの数を13としています。この回2本のヒットを許しています。どう組み立ててくるか。まずはまっすぐから入りました。ワンストライクです。今日のバッティング3打数でノーヒット、ここまでまだヒットがありません。これは一塁セーフになります。今日は3回と3分の2を投げて許したヒットが5本、この回そのうちの2本がありました。これは変化しました、ツーナスイングです。さあここはどうリードするんでしょうか。あーっと打った、低い当たりになった、センター取れない、ワンバウンドヒット、この回3本目になるヒットになった。さあファーストランナーは二塁へ戻ります。二塁へ送ります。金子、センターへのヒットになりました。ヒットでつなぎました。ここはバットで結果を残したい場面、さあどうでしょうか。すごい、このバッターボックスとなります。先ほどの第4打席空振りの三振に終わっています。初球は低めから来ました。いや際どいですね。はい、今日はここまで4打数1安打3つの三振があります。さあ2球目、変化球打ちました、左へ、取った、一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。8回までゲーム終了、ファイターズランナー2人残塁です。さて試合は2点差のまま9回最終回へと入っていきます。ファイターズ、この試合2回目のピッチャー交代です。立谷、この2点差の場面でのマウンドになります。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。サイドスローから浮き上がる140中盤の速球とシンカーの組み合わせで新たな力を身につけたファイターズの頼れるセットアッパー、リリーフ陣の柱、立山義則。今日のバッティング3打数1安打、ホームランが1本あります。最初は外のボール、ワンストライク。この前の打席なんですが、ツーランホームランを放っています。次の2球目、変化球を打っていった、打球はショート後方へ、落ちた、落ちました、レフトの前、さあヒットになる。レフトへヒットを放ちました。真ん中のシンカーでしたね。さあ一発で同点のこのチャンス、ホークス、ファーストに代走を送ります。高橋、塁についています。さあ今日のバッティングなんですが、3打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。初球見送っていきます。この球は外れています。今日はヒットがまだありません。さあ2球目は、しかしこれはボール、外へ2つ続けました。ノーアウトです。さあ3球目はどうか、
高め外れてボール3。さあノースリーです。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドライナーに終わっています。さあ4球目、アウトコースへ決めました。見送ってストライクが1つ入ります。いきなりランナー1塁としています。さあ牽制、タッチして1塁セーフになります。ヒットでランナーを出しています。次が5球目、綺麗に決まった。あ、ストライク2まで来ましたね。はい、はい、フルカウントまで来ました。高めのボール打ちました。右へ行った、2塁へ、2塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレー成功。打順が移ります。出口バッターボックスに入ります。これが4回目の打席、勝利まであと1人になった。まず低め、膝元をついてきました。さあワンボール、ツーアウトになっています。2球目はどうせまっすぐで決めました。まあインサイドで引かされてね、それで外っていうことでしょうね。はい、さあバッター江口、さあ第3球、インコースストライク、ツーエンドワンです。ラスト1球打った、2方向、これはスタンドに入ってファールボール。さあ5球目、変化球打ってセンター返し、きれいに抜けていきました。ヒットになった、ダブルプレーが悔やまれる。出口センターへのヒットを放ちました。ホークス今日放ったヒットの数が11となっています。今日4度目のバッターです。初球コーナーをついてきました。読みが外れたみたいですね。はい、バッター堀越2投目打って、右への打球ファースト抑えましたが、これはファウルボール。キャッチャーのサインがストレート打って、これはファウルグラウンドだ、ファウルです。さあ4球目、ストレート打球を右へ取ってゲームセット。このオープン戦は7対5ファイターズホークスを破りました。投手リレーで逃げ切りました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。日本ハム対大英、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は楽しい解説をありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。